の車が大好き？大好きな。はい、嘘。大好きな。八丸ガレージインパクト香川奈々です。で、これが佐藤秀樹。はい。じゃあ今日はですね、こちら納車を迎えることになりました。ね、いろいろ秀樹さんにもね、作業してもらいましたんで、届けていきたいと思います。今日も一日よろしくお願いいたします。はい、じゃあ秀樹くんがね、ビカビカにしていただきました。本日めでたく納車でございます。秋晴れ、ね、ちょっとコーティングをさせていただきます。ありがとうございました。あとドラレコをつけてます、うん、ドラレコ ね、はい、ドラレコなんかいろいろ要望があったとお伺いしてますけど、360度とリアカメラ。あ、リアカメラもね、はい、あ、ここですね。これで煽られてもバッチリ録画できるってやつね、はい、内装とかはオリジナル状態を保ってるので崩さず。あ、そうです、ね、本日もう1時間後ぐらいに納車ですからね、はい、じゃあ最終チェックと仕上げの方よろしくお願いします。お願いします。すいません、本日はご納車誠におめでとうございます。どうもありがとうございます。すいません、です。もう 昔からこの車が好きだったということですかね。そうですね、その時あのセダンとハードトップあったんですけど。いや、セダンやった、ね、あ、そのもうじゃあ最初にわっと思ったのがもうセダンやったということですね。そうですね。はあ、なるほどなるほど。で、まあこれ結構な高額なんですけれどもこう奥様とも相談の上ですもう奥様も ご理解の上納得の上で、あ、奥様もじゃあちょっと古い車に興味があるような。私は分からないんですけど、もそろ車が好きなんで、はあはあ、こういうこれやったよねって。ああ、なるほど、はい、なるほど。あ、もう実物見て分かったっていう。それである程度、まあ、その情報をもとにもうほぼほぼ買うっていうことで、まあ、私長野まで行ってきたんですけど、もう完全にここ信用問題だったと思うんですけど、実際こちら届いてみた時どんな感じやったですか。一番最初あ、もう本当に生で見た時、生見た時はやっぱかなり、いや、もうご納得の一台やったということありがとうございます。今日まあで、もう納車という日を迎えられてですね、はい、あと気分の方はどうですか。天気もね、あのこの前とは打って変わってもうワクワクそわそわ、まあそれよりか、まあ本当このご時世コロナがね、はい、コロナ禍の時に本当香川さんにも言っていただいてですね、はい、で、まあ、あの交渉もしていただいてですね、はい、本当に感謝しかないですね。いや、もうこちらも本当大変いい勉強させていただきました。こちらこそ本当感謝してますので、あの今後とも、はい、はい、これだけこう履歴が揃ってるっていうのも珍しいんです。車だけあるっていう話は結構あるんですよ。こうポツンと屋根の中にずっとありましたとか言うんですけど、こう履歴がはっきりしてるっていうのはですね、あのなかなかないレアケースだと思いますので、はい、そうですね。いや、先日その下回りも拝見させてもらったんですけども、本当擦れてるところがなくてですね、あ、これもういいな、ちょっとね、もうすごくいいですよ。いや、もううちにあるのどちらかというとこう下がってるような車が多いんで、もう漏れなく下がボコボコなんですけれども、これはもう本当こう擦った跡もほとんどなくてですね、大変あの程度のいい1台なんで、ぜひあのこのまま、はい、乗られてください。はい、何かあったらすぐお申し付けください。すいません、あのことは本当にありがとうございます。最後あの記念撮影しますのでね、はい、いや、もうちょっと感動ですね。これは久々にグッと来ましたよ。グッと、車はね、やっぱね、人と人をつなげる、うん、大満足です。いやいや、もうこれからが始まりなんで、ね、これはもうプロローグ、プロローグですよ。はい、あ、そうですね、はい、そうですね、はい、で、この方向で、はい、それでは行きます。
はい、チーズ。はい、もう一枚いきます。はい、すいません、ありがとうございます。どうもどうも。もう絶好調です。 ETC もついております。で、基本的なオイルとか水とか点検して、オイルはもう変えておりますので、はい、うん、ピカピカです。で、前のオーナーさんがやっぱすごくこだわってるんで、タイヤとかもいいやつが入ってます。ね、ブリヂストンのもうちょっとレグノって言ったらもうタイヤ界の王様、一番高いタイヤなんです。はい、だからその乗ってるその静寂性というかですね、そういったのはもう抜群でございます。ちょっと高いんですけど、はい、まずはエンジンをかけていただいて、はい、でミラーを合わせていただいて、はい、いいですね。あ、ミラーはですね、ここですね。あ、ここあるんですか。これは動くんですよ。しかも動くんです。あ、そうですか。はいはい、すごいでしょ、動くんですよ。はい、すごいでしょ。ちゃんと動くんですよ、これが。本当に綺麗です。いえいえ、もう。はい。ねえ、またいろいろ教えてください。はい、ぜひ、こちらこそ。で、ドライブにコラムを入れていただいて、で、そうですね、手前に引いて、そうですね。はい、そこですね。これでもう完璧でございます。はい、どうぞ。すみません、ありがとうございました。またこれからもよろしくお願いいたします。感動したびっくり。あー、ちょっと涙もろいね。あの、年を取るとね、涙腺が、あー、ちょっとびっくりした。ありがとうございました。無事納車できました。ありがとうございました。ちょっと涙もどくなって、涙がちょちょ切れちゃいましたけど、はい、以上430の納車園でございました。どうも、よみじありがとうございました。この子たちね、サニトラを中心に今熱い問い合わせをいろいろいただいております。ただ我々ほんと少数制でやってますので、ぜひいきなり来られても対応ができないと非常に申し訳ないので、ご予約の方よろしくお願いいたします。この子もね、熱い問い合わせをいただいてます。で、こっちは明日、メリーさん、やっと見に来る人が現れましたよ。このガッツのある人が明日来るそうなんで、よろしくお願いします。あと、引き続き、買い取りですね、強化しております。旧車の買い取り、本日も山梨の方からご依頼とかいただいてます。可能な限りですね、ご対応していきたいと思いますので、ご要望の方は、概要欄よりよろしくお願いいたします。あと、登録5000人まで、あとちょっとです。もうキーホルダー出来上がってますんで、5000人に行ったらもうばらまきます。はい、ということで、ぜひチャンネル登録の方ですね、よろしくお願いいたします。それじゃあ皆さん、また来てね。じゃあね、みんな売れてね。めっちゃ問い合わせだらけですよ。今日も熱いメールが1件来てますんで、今から返信します。はい。ここに行ってみましょう。大分公設市場ね。これ昔は入れんかった。こうなんかこう、今も入れんのかもしれん。ガードマンみたいなのがおって、この中にね、市場で働く人たちのためのなんかね、レストランみたいなのがね、どっかあるんよ。ほほほほ。ああ、間違いねえわ。こんな佇まいやった。ああ、ほらいっぱいある。ほらほら。生姜焼き、ここ行こうよ。ここに来たかったよ。セブンス、はい、空いてるんですか。空いてる。満室。満室。うわ、満室。2人なんですけど、ちょっと待って、ね、うん、すごい。おいちゃんはあのままや。本日のメニュー、カレー。あ、これテイクアウト、テイクアウト。箱が老舗のね、セブンスター、もう満員でした。うん、こっちに新しくできたというところがあるんすわ。あるんすわ。大岡、外で食べる。すいません、はい、酢豚定食と汁なし担々麺と汁なし簡単麺。聞こえる？
これよ。おお。もうめちゃくちゃ重い。めちゃくちゃ重い。うん。あ。ヒリヒリする。あ、これヒリヒリするやつ。辛っ。おいしい。しかも辛っ。感動で涙が出た後やけど、その後しびれ涙、辛涙。うん、うんうん、やっぱりね、酢豚やね。うん、あ、まあ、すごく美味しい。酢豚いただきます。熱い、熱い。うん、うん、熱々やね、やっぱり。うん、美味しい。あんをたっぷり、うんうん、じゃん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 。姫様、どここか。何だ。じゃあいい。これじゃダメ。いいな。うん、美味しかった。